ク、オーストラリア、プエルトリコ、最後にイランという対戦が残っています。まだこの戦いは始まったばかり。ただ選手たちは昨日この独特のコートの上の戦いを経験して、はい、そして今日の試合に臨みました。ですね、だいぶ落ち着いてプレーはできていると思います。あとはね、もうなんていうかな、もう今力が入りすぎちゃってまたいますんで、もう軽く出すようなプレーも出していった方がいいですね。ちょっと特にスクザーが向きになって打ちすぎですね。ロンドン出場の条件はこの中の最上位国1チームとプラスアジアの中での最上位ということになります。25対24、ベネズエラリード。日本1点を追ってはきっちり取りたいところですが、さあ取りました。さあ同点、25対25。さあこっからね、こっからはもう絶対はもう両チームですかね、まあ、ミスしちゃいけない風な場面になってきましたね。相手ブロック1枚、そして日本のサーブは福澤です。先ほどは福澤サーブポイントを上げました。福澤のサーブ、マッチポイントを迎えた。いや、よく勝負できたな。ここというところでの福澤のサーブ。4年前はオリンピックに連れて行ってもらったんだという福澤。4年経って自分たちがみんなを連れて行く番です、引っ張っていく番ですと話しています。福澤、日本マッチポイント。トス、頑張れトス。よし、軽くしっかり入れた。一人ピネルはブロックしている。打て、ダイレクト。ドリブルではない、帰った。日本のブロックはどうだ。アウトだ。ワンタッチだ。ました、ワンタッチだ。ワンタッチがありました。ちょっとね、ウサギもちょっと落ち着いて。トス、26対26、再び同点。さあベネズエラのサーブは3番のゴンザレス。このゴンザレスはサーブいいですね。いいですかね、ここを一発いけないと。ただこういう場面です。ゴンザレスは攻めてくるかどうか。攻めてきました。米山だった。米山のスパイク、今のね、やっぱりね、ちょっとね、その前にね、あのクイック上げてたんで1枚ブロックになりましたけどもね、はい、もうクイックは上げなくていいかもしれないですね。もう今もうサイドに、もうサイドはね、もうね、はい、1枚ブロックになってますので、ね、はい、サーブは山村です。さあ山村、山村のサーブはストンと落ちます。センターロドリゲス、ミドルブロッカーロドリゲスの中央からの攻撃、再び同点。ここでベネズエラは17番に入ります。長身2メートル2センチのエスコバが戻りました。ベネズエラのサーブは5番のロドリゲス。27対27、ロドリゲスのサーブ、福澤拾って、そして米山、福澤のサーブレシーブから、そして最後米山、2人のサイドアタッカー、サーブレシーブとそしてアタックで。コートサイド柳本さん、はい、日本のリズムどうですか。いや、非常にいいですね。速さもありますし、非常にトスも伸びてですね、そこをピンポイントでスパイカーがよく打ってますよ。そしてここで石島が入ります。荻野さん、はい、石島が米山に代わって、ここは高さがありますね。はい、クイックさっき決められた人の10番の今ライトにいますけどね、この選手のクロスも、はい、やっぱりブロックしたいですね。石島ならやってくれるんじゃないですか、はい、ピネルは込めて、ピネルはできるか、はい、それともクロスしか打てませんので、さっきアウトになってるからね。山本のサーブ、再び28対28、石島に代わって米山が戻ります。今のはちょっともったいなかったな、ね、トスも悪かったら入れておくだけでもいいですね。そうですね、前でもね、いいんで、あの入れておくだけでも良かったんですけど。ケルアのサーブ、宇佐美に帰った、バックアタック、まだ出てる、まだいけてる。次帰ってきたらバックアタックでもいいかもしれないね、はい、福澤のバックアタック、2枚のブロッカーの間、米山のサーブ、福澤が前に来ます。
日本はマッチポイント。さあ米山のサーブは本当だ、2本連続ですか。マッチポイントで2本連続のサーブミス。ジャンプフローターでいいんだよね今。ジャンプサーブの軽く打つのって、はい、そのボール伸びますからね。伸びちゃうから効果もないし。ベネズエラは15番アリアスのサーブ、ゴンサレスが前に来ます。福澤です。福澤今少し中側に入り込んできて今まで一発も打ってない攻撃ですね。これここでやったんじゃ、はい、見てください中側、はい、ボールついてこれますよ。レフトに開いたところから開いたところから中側3メーターぐらい中に入ってきますね。さあ松本のサーブでねガッと崩してもらってサーブ松本したい。前に山村がいます。山村福澤宇佐美の3人。松本のサーブセンターが来た。エスコバが打ってきました。速攻多いですよねベネズエラ、サーブがやっぱり弱いのかな。浅めのサーブですと割と速攻使ってるか、はい、A パスだと全部速攻ですもんね。30対30前攻撃2枚の日本。宇佐美から中澤が入ってきた。またこれはさらに入ってきましたね。これは今まで、さっきもそうです。これもまだやってませんから、時間差攻撃、B 前ってやつですね。ミドルの山村よりも中に入ってきました、あとはレシーブすればなんとか、はいね、レシーブ宇佐美のサーブ、キャプテンの宇佐美、マッチポイントでのサーブ、セッターに返って、ライトから、アウトだ。セットカウント3対0、ストレートで勝って日本初勝利。2戦目日本最後は追い上げにありましたが3対0でベネズエラを下しました。これで日本は1勝1敗。ロンドンへの道はまだまだ始まったばかりです。初戦はつまずきました。しかしこの2戦はものにしました。ちょっと最後ヒヤヒヤしましたけどね。いやよく粘って勝って、これ粘って勝つことは大事ですからね。よかったですよ。まあ明後日にねつながるいいゲームだと思いますし、その勢いを持ってまた、頑張ってほしいと思います。コートサイド柳本さん、はい、いかがですか。非常にですね、全員がねバランスよく頑張りましたね。明日へつながってほしいですねこれを。はい、第3戦これで日本は相手は韓国、はい、ここからいよいよアジア勢です。そうなんですね、はい、ここからアジアとの3連戦が待っています。さあそして応援席も大変盛り上がったでしょう。どうでしょう松田アナウンサー。応援席もかなり今日の勝利で沸いています。竹下選手今日の試合どうでしたか。いやもう本当勝ったことが一番ですね。江端選手いかがですか。すごい勉強になりました。坂田選手は本当に最後は気持ちですごいなと思いました。まもなく全日本チームのコートインタビューが始まりますという全日本の女子の皆さん、それでは見事この大会初勝利されました上田監督です。おめでとうございます。ありがとうございました。まず今の率直な気持ちをお聞かせください。まあ一勝できて今ホッとしてます。はい、昨日は厳しい戦いの中で敗れてしまった、その中での切り替えというのは今日どのように選手たちに声をかけていかれたんでしょうか。まずサーブ技術的な確認だけだったので、選手たちは一生懸命やっていますので、ただサーブのミス、それについての今日はいろんな打ち合わせをして、今日臨んだんですけども、その辺は非常に修正できてよかったと思います。今日はサーブは第1セット1点目福澤選手から始まって、最後も福澤選手のいいサーブもありました。そうですね、非常に考えたサーブを打つということが今日のテーマでしたので、そういう意味では良かったと思います。今日はそういう意味では全体的な選手の動きというのはどうでしたか。はい、全体的な選手の動きはどうでしたか。いや非常に良かったと思うんですけども、まだまだブロックであったり理由であったり、その辺は練習でやってきたことをまだまだ出てくると思いますので、まあ、これから明後日の韓国戦に向けては、勢いがつくと思います。この2日間少し空いてまた韓国戦ということになりますが、この2日どう生かしていきたいですか。まずしっかりと練習してきたことをもう1回コートで出せるように明日明後日修正してしっかりやっていきたいと思います。それではこれからのまだまだ厳しい戦い続きますが、ファンの皆さんにも一言お願いします。応援の、来てくださった皆さん本当にありがとうございました。これからも頑張りますのでぜひよろしくお願いします。おめでとうございました。上田達也監督でした。この後9時15分から世界不思議発見をお送りします。さあ上田ジャパン次の試合は5日の韓国戦はフジテレビ系列で放送。
勝、そしてその翌日の中国戦を TBS 系列で放送します。さあそして女子も今度ワールドグランプリの試合も控えているんですよね。はい、ちょっと意気込みを聞かせていただけますか。オリンピックに向けていい戦いができるように頑張りたいと思います。全日本女子メダルを期待してもいいですか。そうですね、もう必死になって頑張りたいと思います。ありがとうございます。そして江端選手、今マイクお持ちですか。大丈夫ですか。男子も女子に続いてオリンピック出場してほしいですよね。はい、はい、頑張ってほしいですよね。さあそれでは一旦放送席にお返しします。というもう全日本の女子の皆さんも大喜び、もうね、先に出場を決めて待ってらっしゃいますから、そうなんですよね、これからまた女子も、ね、大変だと思いますよね。そうですね、この後は韓国戦、そして中国戦ですね。韓国、中国、本当に強いですがね、でも今日の一応で頑張ってもらいたいと思いますね。中国、さらにはオーストラリア、これもでかいチームなんですよ。とにかくロンドンへの道はまだまだ始まったばかりです。はい、川合俊一さん、荻野正一さん、柳本翔一さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。